こんにちは、今回はナヒーダの VTuber 化についてです。正式にはまだデビューには至っていないのですが、上を見ていただいてわかる通り、あと一歩といったところでしょうか？後でいろいろな表情や動きを再度お見せしますね。声を入れている方もとても似合ってて可愛らしかったです。YouTube を見てる方は、割とご存知かもですが、VTuber について簡単に触れておきます。ちなみに VTuber 知ってるか？などコメントで教えてくださいね。VTuber とは、2D や 3D のキャラアバターを使用し、アバターが実際の人のように動いたり喋ったりできるものですね。原神でも活用されていて、最近ではよく見かけますよね。ゲーム実況やライブ配信でよく使われるケースが多いようです。日本のメジャーな事務所としては、ホロライブや二次三次が思い浮かぶでしょうか。皆さんはどういった方を知ってたりするでしょうか？ホロライブではガウルグラさん、ペコーラさんなどが有名で、二次三次では、星川サラさんや新生のサロメさんなどが有名でしょうか。最近では VTuber が当たり前の存在になっていて、ここまで浸透するとは驚きましたね。では早速ナヒーダの姿を声とともに少し見てみましょう。さあ、ハロマ。おそらく女性の方が声を入れてくれてますよね。いろいろな表情とともに補足を入れていきます。このキャラアバターを作成した方は中国の方で、いくつかの他のアバターも作成されていて、ナヒーダを含めて、おそらく販売されているみたいでした。販売については不正確かもなので、お約束はできません。この顔が赤くなるの可愛らしいですね。日本からでも買えるのか？もう少し不明確ですね。ただ中国で販売されているのであれば、もしかしたら中国のどなたかが実際にナヒーダでデビューするかもですね。著作権などいろいろと問題ありそうですが、中国のナヒーダボイス担当の方が、このアバターでお話とかしてくれると、ライブ配信とかが大人気になりそうですね。このレベルのアバターがファンメイドで作れるのは、もはや日本の事務所などと遜色ないレベルですよね。さて皆さんはどう感じましたでしょうか？ナヒーダの VTuber 化は賛成か反対どちらでしたか？アバターの感想印象なども良ければコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。